さんこんにちは。こんにちは。デーブ大久保チャンネル始まりました。イエーイ。何今日は。じゃあ今日はですね、じゃん、ヤクルト対中日と、いうことで、さあデーブさんとお話をしていきたいと思いますけれども、さあいかがでしょう。知らない。おはい、今日終わりました、はい、あのねありがとうございました。本当に今は取材ができないの。あのね、グラウンドに入るのも、はい、まあダメだわね。で記者が、俺サンケイスポーツの専属解説者なんだけど、はい、記者か解説者かって言われたら一人しか入れないの、うん、球場内に、はい、っていうと俺らは喋れるけど書くことができないでしょ。あ、記者はもうその練習試合見たら、見てる間にパタ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 も試合経過とか書き出すわけ、はい、で俺らはテレビで見て解説つけるようになっちゃった。これもこんなアクリル板じゃないけどさ、こんなのやってやる時になっちゃってるから、はい、正直言ってじゃああの選手はこうだって今のコンディションはわからないってことなの。でチーム状態で言うと、はい、中日はもうはっきり言って聞いたのね、どういう状態かチーム内の人に、はい、したら、まあ、あの一気に急だったから、まあ、思った以上に練習はできたんだって、はい、でコーチ陣も来れたのね、うん、だからちゃんとこう目を光らせる人もいる、見られてるって緊張感もある、で自分でやりたいって練習もできるっていう意味じゃ中日はねすごくいいの。おで13番の左の子がねすごくいいっていう、はい、あれはいい球投げますよっていうプロが見てプロが言ってんのに、うん、練習試合の初戦でめった打ち食らったわけだ。そういうことが起きちゃうわけ、うん、もうこの自主トレ期間中に。だからもしそのこのままコロナがなかったらみんなそのまま順当に1イニングこう割り当てられてとか2イニング投げますよって、あれオープン戦とかって決めるのね、はい、あなたは3イニングまで、あなたは4回から1イニング、うん、で5回は誰と決めて投げさすの、公式戦じゃないから。あーそうなんですね、うんうん、で特に年数が少ない子って、1軍が少ない子ってそこにこう合わすことって難しいじゃない、はい、難しいのよ、うんうん、やったことないから。だからその橋本もそこに2ヶ月もずれちゃって、うん、さあじゃあ今練習試合って言われてもピンとこないわけよ。このブランクはかなり大きいわけですね。感覚って大事じゃない。ダンスも感覚いい子はいいんでしょ、はい、で物を投げるとかって、うんうん、愛ちゃんに教えてもこっからここに投げるのここまで手下げて10センチ下げて7センチ前にじゃないじゃない、はい、な感覚で覚えていくもんじゃない、はい、だからもう感覚がずれちゃってると、もともとちゃんとしてた感覚がずれちゃってるわけじゃん。感覚がない子に教えてってるわけじゃないから、うん、だからねその誤差はすごい大変だと思う。なるほど。だから中日なんかも、はい、で実際に攻撃で言うと、うん、足を絡める、盗塁をメインにするっていうチームじゃないの、はい、まあ、高橋周平とか走れる選手もいるんだけど強打とか、はい、まあ、2人だとねそんなに脅威でもないわけで、まあ、それに何人か走れるのいてもやっぱまあ相手方すると足で引っかき回されるっていうんじゃなくて、中日なんかはランナーをいかに出してビシエドの得点能力というか、まあ、回数だから簡単にホームランだよね、はい、ホームランをじゃあいかに相手が避けるかっていうと逃げちゃえばいいわけ、うん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 、そうなってくるともう一人の外国人のアルモンテだかデルモンテって言うんだけどさ、デルモンテはもうトマトじゃねえか美味しそうですよね。なんか聞いたことあるなと。アルモンテ、アルモンテなんかはスイッチヒッターで両方打てて、はい、相手とするとすごいこう投げにくい、何かってこう当てにくいじゃん。右ピッチャーこいつね、右当てりゃ大丈夫かな、左立たれちゃうから、はい、で左には左っていうのを使えない、右立たれちゃうんだから、うん、でその彼らなんかがいかにそのビシエドを歩かしたとかの前に後に返すか、だから打順も大事になってくるの。おお、打順がポイント、うん、ピッチャーも結局抑えも去年もそんな決まんないままでいっちゃってるから、はい、この調整の仕方がうまくいったかいってないかっていうと、その橋本を見ててもまあちょっと期間が足んねえなっていう、その期間調整期間がみんなにっていうのを感じるよね。でヤクルトは、はい、じゃどうなるかっていうと去年もぶっちぎって負けるわけぶっちぎってね、そうですよね、うん、もうかわいそうだった。もうあれはね自律神経がみんなで乱れちゃってんの。ああそうなんですか。自律神経ってさ自分で止めれない神経のことなの、はい、つかさどってるものだから、うん、心臓自分で止めれないじゃん。そうですね。胃も止めれないでしょ、はい、手はこれ運動神経だから。あ確かに動かせって首もこう運動神経で動かせんだけど、はい、その自分で止めれないものって 汗止まらなくても止まんないじゃない。膨ることはできて運動神経で、だそれが乱れるってことは本当に躁うつ病になっちゃってる状態なわけ。うーん、今日も負けんじゃないか、今日も負けんじゃないかと思ってるうち自分たちの野球がなくなっちゃってるの。あ、そ
俺たちはバッテリー中心に守るんだよ、打てなくていいんだよって、守っていくんだよって、サインはもう3つにするよ、バント盗塁エンドランだけでいくよとかっていうことからブレてっちゃうわけ。うん、ランナー出りゃエンドランだけにするったけどスクイーズやりたいなとかっていう風になってたチームを、じゃあ監督、小川監督ってものすごい静かだけどものすごい熱くてものすごい統率力があるのね、うん、あの安倍晋之助のお父さんが習志野高校なんだけど、はい、で小川監督と一緒に中央大学でも一緒にやってるんだけど、あ、そうなんですね。もうね、パパがねよく褒めてる小川ってのはね、小川を集まろうって言うとねコンペでもすぐいっぱい集まっちゃうんだっていう人なの。おとなしい人なんだけど、はい、でこれから高津っていうさ、やっぱり日本もメジャーも経験してて、はい、で面白くて、はい、頭がいいやつが来たけど、やっぱり2軍で監督やってたから、うん、どうしてもね育成をすることが先になってるわけ。うーん、2軍って2軍監督だから、うん、勝つ野球じゃないの、はい、1軍がやろうとしてる野球を引き継ぐって練習とかバントする子はバントもさせてくんだけど、育成が先なわけじゃん。バントさせていくって1軍で使えるためにバントの練習を育成してるわけだから、うん、役割でなるとそのね情も出てきちゃうの。あ、そうなんですね。頑張ってんだよなって、うん、もう1人投げさすかみたいなのも出てくる。それが経験なの、はい、監督1軍これ勝つためだけの野球やんだけどっていう中においては、やっぱりピッチャーの絶対勝てるっていう、これが投げたら絶対この試合は勝つんだっていう、うん、きりってまだ浮かばないよね。うん、いないの。中継ぎでもこれがいったら絶対このイニングがないっていう、相手からしたらもう抑えられるっていうのもまだない、はい、抑えにしてもそうなん。じゃあ1年持つかってみんな持ってないの、うん、だから苦しい戦いにはなんだけど、いやー、まあ、まだこれはねヤクルトは厳しいと思うな。うーん、1軍で4シリーズ出て優勝争いましょうっていうことを、はい、俺たち解説もやってる、監督もやりました、コーチもやりましたっていう人が、俺が今ヤクルトベンチにいて、はい、そういう話をみんなとできるかって、できないよね。厳しいぞって、じゃあ何をテーマにするんだっていうことはもう高津監督やってんだろうけど、はい、まだまだこう一軍で育成しながら、うん、バレンティンもいなくなっちゃってるんじゃない。そうですね、あれも痛いと思うよ、いや、いる時はみんなね不満なわけ、はい、すごくいいやつだけど、守備で足引っ張るとかさ、普通なら左中間取れてるのにバレンティンの上越えちゃって二塁打になっちゃったよみたいなのがあったりとかするけど、言っても30本打つやつがいなくなるってね、痛いよ。いなくなってから分かる大切さ。そう、ものすごい大切なんだよな。いや、だからまあヤクルト中日戦、ヤクルトが頭だっけ、ヤクルト神宮からかな、はい、ね、だからぜひここで、じゃ何が大事っていうと、その自律神経言ったじゃない、はい、自律神経、ホームとアウェーってサッカーでよく言うとホームが強いっていうじゃない、はい、あれって自分たちの実力が足りてない、しかもコンディションが良くなくてもファンの人の応援でそのパフォーマンスすると何が良くないかって、血流が悪くなっちゃってるわけ、自律神経乱れると。うーん、血流が悪いってことは動きづらいに決まってるじゃない、はい、体が動かないっていうのをファンの声援でウィケーってやってくれると、よっしゃーって血流がブーン良くなるケースがあるから、ヤクルトを勝たすなら今年こそまたファンの力が大切だね、応援の力が。俺店やって思ったけどね、ヤクルトのファンってめちゃめちゃ多いから、へ、こんな多かったのって、うんうんうん、いうぐらい。そうなんですね、うん、だからぜひファンの皆さんが神宮球場でまずブーン、その3連戦でなんとか2勝1敗で終われるように、うん、ね、でもこう無観客試合とかなった時には、あ、それだ、ね、えやばいな、どうやって声援を送りましょう、もう念を送るしかないですか、念も無理だなねえ、いいこと気がついた ね、 ね、応援の力すごくね偉大なんですけど、あのさ、今年のさ開幕前スペシャルっつってさ、はい、うん、プロ野球ニュース20人からいる解説者がみんな来てさ、やったの、はい、3月ぐらいにやっちゃったんだけど、はい、みんなあれ富士サンケイグループだから、ヤクルトも、うんうんうん、我々の家族みたいなもんなんだけど、はい、みんな5位6位にするしかなかったの、でもできなかったの、だからまあそれはね、ただね、俺高津の生活で性格で言うと被ると思う、よしって俺が責任持つからいいから思い切って、お前こういうことやれ、お前こういうことやれって指示さえ出してあげれば、うん、必ずその必ず伸びるからね選手は、はい、だから期待をしよう、うん、そうですね、そうよ、客いねえのか、そうなんですよ、いいとこ気がついたねえ、だからこうホーム戦、じゃあ甲子園球場も魔物いねえなじゃあ魔物は一応そうですね、うん、ファンが入るまでは、ファンが入るまでは、でもまあ、 あの伝統の一戦の初戦は東京ドームなので、東京ドームもさ、バッティング練習の時寂しいよね、カーンカーン
って。あ、なんかあれやったんでしょ、ジャビットガールだが。そうです。あのビーナスっていう。あ、そう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 。はい、チアをやってました。あれを出るの、テレレレー立ち上がれ、すべてをかけてってなかったの。すっごい懐かしいですね、それ。それは違うの。もうないんですよ。あれちょっといなかったの。もう今は疲れてなくて、昔はダイヤモンドヒーロー、はい、この手につかむものゴーゴーレッツ、あれ俺の歌だったんだよ。あ、そうなんですね。あのダイヤモンドヒーローっつうの多分あるよ。え、テープハンドトックの大友康平さんに頼んで、ラジオの日本放送でラジオ番組持ってたから、はい、そのテーマ曲を作ってもらおうっつって作ってもらったので、それがなぜか歌が良かったのか、ジャイアンツがそれを使い出して、はい、ジャビットの子たちがレコーディング来て、はい、だってフジテレビの人間が読売系の球場で歌流れちゃまずいでしょっていうのがあったみたいで、はい、あれ俺だよ。あ、ダンス今度踊りましょう。じゃあダイヤモンドヒーローあのありますよこう代々受け継がれてるダイヤモンドヒーローのダンスやっちゃうかちょっと肉離れも怖いしなあ。そうですね、それは愛ちゃんに一回やってもらうよなあ、ジャビットガールもやってたもんね。はい、あのさ、あるあれジャビットガールじゃない子か、あの昔ホームランで渡す人、人形。そうです、そうです。あれジャビットガール。はい、あれさ、俺が現役の時さ、すっごい香水をつけてる子がいて、はい、その人形が香水の匂いになっちゃって。あら、はい、女性の匂いじゃん。はい、で選手会として球団にお願いしたことあったね本当ですか。あの家持って帰るとどこの女ん家寄ってきたってなるからあんまり香水つけないでくれと、そのジャビットに。なるほど。逆になってくるから、すんごい女の匂いになっちゃってた、ジャビットが。ジャビット男の子なのにさ、女性のすごいいい香りになっちゃってる、外人っぽい。危険ですね、ちょっと。それをちょっと頼んだことあったもんね。でもホームランの人形はバッター、ジャビット人形のバッターで、うん、ヒーローのピッチャーにあげるときはグローブの、あのジャビット人形って実は違うんですよ、みんな。あ、そうなの？一つだと思ってるんですけど、実はバッターとあの投手、うん、2パターンあるんですよ。あ、そう。そうなんですよ。俺らの頃なかったんじゃない？あ、今でしょ。だからアイちゃんの時代でしょ。はい、そうですね。12パターンありまして。うん、知らなかった。はい、そうなんですよ。まあ、あいつらも知らないんじゃないか、ジャイアンツの連中もそうなんですかね。うん、彼らはなんかたまにこのバッターの方がピッチャー欲しいっていう方もいらっしゃいますよね。そのヒーローでもらった方がこう家族にあげるのに、いつもバッターだからちょっとピッチャーくれないみたいなのを交渉されてるのを横目で変えようって意外高いんですよね、あれ。高いだ、うん、まあ確かにね、その買った人の、まあ、もらいたいわね、はい、しかもその違うやつ、うん、子供がなんであれパパこれじゃねえんだってなりゃ、ね、じゃあ渡したことあんの？ありますね。やってたの？それもやってました。いかに高く飛ぶかっていうのが重要なんですよ。このホームラン打った選手にこう人形渡すんですけど、うん、渡す前にこう嬉しさを表現するために飛ぶんですよ、人形を持ちながら。このジャンプいかに高く飛べるかっていうのがこの綺麗さを決める基準みたいな。あったの？はい。なのでちょっと足上がれないよみたいな。先生もいたんでしょ？はい。あ、先生いるもんね、後ろで練習してるじゃない。そうです、そうです。あの三塁側のとこ降りてってこう控え室もさ、はい、あの辺のとこでやってたでしょ。あ、そうです、そうです。練習もそあの廊下でやってたみたいな、たまにね。やってますね。飛びなさいって。はい。足上がってないわよって。足上がってないよ飛びなさい怒られますね。あこれさ、現役の時にジャビットいいんじゃん。はい。あの頭借りてさ、ユニフォーム着て出てったの。俺って分かんねえかなと思って。いつですか？試合前に。試合前に公式戦だよ。で中日の連中が岸田の子やってたの。はい。で出て中村武史ってキャッチャー同級生なの。はい。おい武史って言ったら、見捨てすんなこのジャビットって言われて俺だよって、俺じゃねえんだよって武史と。だから俺がジャビットだと思ってんの。そうで、そのまま武史に怒られたから俺のこと分かってねえやと思って。ジャビットこんなデブに見えんじゃん変わってなかったみたいで、ファンもベンチ見たらジャビットーとか言っちゃってるの。俺も手振ってもらってジャビットーってリアルジャビット。そうそう、その写真あるよ。でベンチ座って河合さんと写真撮ったのもこんなになってカメラが撮ってどっかあるよ。面白いですね。河合さんも最初俺って分かんないの。おジャビット邪魔邪魔とか言って僕です、誰だと、俺ですみたいな裏話ね。すごい、なりきってますね。うん、ジャビットまあそういうことだね、今回はね。はい、じゃあ今日はあれ、今はヤクルト対中日でしたね。そう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 、まあ、話は飛んでいくから我々は、はい、ね、それをまた楽しみということで、はい、そうそう、まあなんかさ恒例な感じじゃない、その開幕前にこういうの流すっていうね、はい、そうですね、楽しんでいきましょう。そう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 、はい、そうしましょう。じ
じゃあこれで終わりしますか。はい、はい、じゃあ皆さんぜひチャンネル登録の方をお願いします。お願いします。私たちの励みになりますのでぜひお願いします。